ですか？アイス天ぷらです。めっちゃ何これ。これね、すんごい美味しいんですよね、ヒロさんね。あの寿司カフェさんの人気商品ですよね。人気。ちゃんとこの時あげてる？やっぱり福祉とか教育って切られるじゃないですか。お金、国にお金がなくなると。でやっぱりそんなのがあって、あ、学校厳しいなって言って、その旅を終えた後、すぐオーストラリアに来たんですよ。1週間後ぐらいに。それでまたケアンズからずっと降りてきて、はい、でこれの学校も見て、はい、で学校気に入ったら、いや明日からでもいいよ、もういつでも OK みたいな。だからこんなにウェルカムだったら、はい、やっぱオーストラリアの方がいいんじゃないかなって言って、はい、オーストラリア、じゃあまずご家族を先に、そうですね。それで457のビジネスビザ、やっぱりね、年もいってたんで、あの、ね、自分自力でっていうのはなかなかこうできなかったので、457のビジネスビザを取って、会社を作って、自分でビジネスビザを出して、自分で雇用してみたいな感じですよ。あのマイアミになりますかね、マイアミ IP なんとか、そう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 、 IWP なんとか、そう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 、あの知り合いです。あそこは日本人がまだ持ってますよ。伊豆さん、上の名前と土曜日からあのサーファーズパラダイスゴルフクラブって、あのカララにあるの分かります？バンドールを、旧センターを山側に向かったところのゴルフ場あるじゃないですか、はい、ありますね。あそこで始まるんですよ、3月から。夜はマーケット、3月5日から知りません。土曜日、そうですね、5日ですよ ね、そこでもまた始める。もうぜひぜひ。あ、じゃあ、あのお店の名前を言ってください。名前なんでいいんだ、たこ焼き元気でしょ。たこ焼き入ってなくてないですか？あ、まだ考えてない。でも元気だよね。元気は一応、あの佐川さんのお店が元気なんで、そうそう、一応でもね、名前は元気なんですよ。たこ焼き屋さん元気、そう、一応ジャパニーズ鉄板フード元気ですね。元気になってますけど、まあでも元気って言えば、はい、大丈夫です、はい、じゃあ3月からスタートですね、はいはい、頑張ってください。でも今やってます、今やってます。あ、やってる、はい、ただそのゴルフ場のところは3月から始まる、はい、今カランビンとエメラルドレックスね、本格たこ焼きは元気で、本格たこ焼きは元気で、よろしくお願いします。イエーイ。そしたら、綺麗になりましたもんね。綺麗になりましたね。プラジットセンターっていうのね。そうですね。これやっぱりこれからでしょうね。そうですね。これをもうちょっとやっぱり日本の方はもっと知ってほしいですよね。こんだけ直行便あるんですよね。ね、直行便があるんで、もうちょっとやっぱり日本人の方来てもらわないと。ゴールドコーストに来てください。来てください。いいですね。待ってます。もう昔してたんですけど、これね、本当ね、ちゃんと検査しないと。そうですね。前に僕があったのは、あのキドニーストーン、あ、断石、あれも本当にこうね、血がワインに出て痛い。これぶっ倒れて誰もいないんです。うわー、やばい。電話して、うちの嫁に電話してもどうしようもないんですけどね。でも自分で運転してるよ。一人で行ったんですか？でもね、その時にはもう出ちゃってるんです、ある程度。で、検査したら、いやでもすごい痛いんでしょ、うん、なんか半端じゃない痛さって聞いたことあります。あの、あれですよ、よくあの親知らずとかね、歯を抜くオペってやったことあります、うん、私、あ、ね、私もあるんだけど、横から生えてきちゃってる人って切開摘出手術になるんですよ。そうすると口腔外科に行って、もうなんかこういう、ね、布かぶせられて、もうすごい。佐藤さん、おめでとうございます。